三点式、シートベルト自動車の安全技術では、自動車における安全技術について記述する。自動車事故発生時の乗員、歩行者の保護を目的とした安全技術は、自動車の登場以来進歩を続けており、シートベルト、衝突安全ボディといった受動的なものや、近年では、衝突被害軽減ブレーキのように、事前に事故の被害を回避、軽減するものも現れてきている。 ローーバー試験を受けたキアスポーテージ1900年代、1920年代、1930年代、1940年代、1950年代、1960年代、1970年代、ボルボベスクから1972年、1980年代、1990年代、2000年代、ボルボ SCC2001 年、2010年代、 1944バルボ PV444 ザワシントンポスト。2018年10月18日閲覧。ABCDEFGHI イノベーションの歴史ボルボカーズ。2018年10月18日閲覧。マンヤ P86 から87バルボ SCC バルボカーズ -2002 年1月31日。 2018年10月18日閲覧。ボルボの安全技術、インテリセーフ、ボルボカーズ。2018年10月18日閲覧。レスポンス、ボルボ v 4発表歩行者やバック、人の足を感知できるよう多くの労力をかけた清水、柴田 P108 から109。ありがとうございます。